聖教団事件は、日本ホーリネス協会の初期の中田茂春ら日本人協約者とチャールズ・カウマンらアメリカ人宣教師らの分裂事件。これによって一時的にできた中田側の団体を日本聖教団という。中田茂春とカウマンたちは1901年の東洋宣教会の創立以来協力しながら伝道活動を行ってきたが、10年経過して、 牧師と伝道館が増えることによって、教団の組織運営や利権の問題で考えの相違が目立つようになってきた。そこで、東洋線教会側と日本政教会団側に分かれることになった。東洋線教会は、聖書学院と神田と浅草の伝道館を所有して、開拓伝道に従事して、経済力がつけば政教会に加入するという協定を結んだ。チャールズ・カウマンが、 東洋戦協会の総理になることになった。それに対して、中田側の教職者は、東洋戦協会を辞任して、日本正教団を設立して、教団は、ヨドバシにヨドバシ協会を設立して、教団本部を置くことになり、中田茂原主幹のもとで、米田豊、渡辺善太郎が委員として、働くことになった。笹尾哲三郎が中田を補佐することになり、笹尾は、 聖書学院の食託講師とヨドバシ教会の食託牧師を兼任することが決まり、炎の下第297号に発表された。この事件は大きな波紋を生み、協約者の中で、車田修司は宣教師側について、小原十三氏は聖書学院を退学して、郷里土沢に帰った。中田側に着いたのは少数であった。 分離発表後も、笹浦の仲介によって、カウマンとの交渉が続いた。1ヶ月後、チャールズ・カウマンが情報して解決し、カウマンとの協力関係が再開した。東洋選挙会は、日本における働きには、日本の教職に任せて、一切干渉しないことを決めた。選挙師たちは開拓伝道日本人は巻き替えに専念するという路線が決定した。 中田が自分たちに相談しないでカウマンと妥協したことに不満を持った渡辺善太は1912年11月に辞任してアメリカに留学した。また局外中立の立場にいた笹尾哲三郎も辞任して巡回伝動者になった。そして笹尾がいなくなった教団に失望した米田豊は辞任して1913年に3度目の来日をした。 バークレーバックストーンの秘書になった。ありがとうございます。